挙手。皆さんこんにちは、加藤です。今回は朝倉未来から逃げ回っている斉藤に説教したいなと思います。おい斉藤、ちょっと来いバカ野郎。お前走ってこいバカ野郎。斉藤お前よ、クソダセーぞな。何よ、朝倉未来から逃げ回ってんだよ。早く戦えよバカ野郎。お前クソダセーぞバカ。いいか、お前はよ、前回運よくラッキーで朝倉未来に勝ってただけなんだよ。なんでかっていうとな、お前は朝倉未来のロープテクニックにうまく対応しただろな。今の朝倉未来は違うぞ。いいか、俺があいつに世界レベルのロープテクニックを教えてやるから、お前レベルの選手と対応できねえからな。アメリカのニューヨークにあるインディカサティバ大学の MMA チームでコーチやってる俺がよ、世界レベルのロープテクニックを朝倉未来にこれから教えてやるからよ。お前なんてフルボッコだよバカ野郎。いいか、ロープ舐めてんじゃねえぞバカ野郎。はい、ってことだよね。まあ斉藤が逃げ回ってるんでちょっとダサいなと思って動画にしました。今回は以上です。クシュッ。